はい、こんにちは、ヨッシーです。今日もマジックをやってみます。同じようなスプーンですね。これを重ねていきます。そして重なりましたね。この先端を見ていてくださいね。ここをこすっていきます。するとこんだけ広がります。これでも重なりません。これだけ広がりました。曲がりましたね。はい、種明かしですね。それでは同じようなスプーン、同じではないんですね。同じだったら全く上下どちらに重ねても重なるんですが、これはちょっと大きめ、あるいはちょっと小さめですね。わずかにこの形のスプーンのところの形が大きい小さいがあるものがいいです。そして小さいものを上に重ねると割と重なります。これを逆にするとここのへこみの部分を合わせた場合に、誤差がこんだけね開いていきますので、最後はこういうふうに持ちます。そして曲がるところなんですが、こういうふうに持ちます。そしてここを見ておいてくださいということで、ここに注目しますね。そしてまあこう、まあ、こすっても何でもいいんですけども、ここをずらすわけです。こういうふうにずらす。あまりこう ずらしても、ちょっとしらじらしいのでね、いい感じのところまでずらす。そして一旦離して逆に重ねると、こういうふうになります。はい、以上です。それではまた。バイバイ。Thank you.